今日はちょっとね儲かる話をしていこうかなと思いますえ昨日おとといと私はあの東京銀座の方に行ってきたんですよね、えー、銀座の方で何があったかと言いますとちょっと詳しくはまだお話できないんですけどもおとといの夜8時20時からですね銀座の方で、まあ、焼肉を食べる会っていうのにね、まあ、私は呼ばれてたわけなんですよ、まあ、それでそこに呼ばれたあメンバーっていうのは6人いたんですけどもそのうちの1人が私なんですよねで6人のメンバーがなぜ呼ばれたかと言いますとこれはですね まあ,あるあるネットビジネス塾の、うん、7年目の、うん、まあ、なんかね催しといいますかね、うん、まあ、は,はっきり言うとですね私も自分が一番最初にそういったビジネスを教わった塾があるんですよその塾は未だに続いていてまあ、新規会員さんもねずーっと取っているんですけども私はまあ1期生としてですね、えーまあ一山当てたメンバーとしてその6人のうちの1人に選ばれてそこに行ってきたわけなんですけどもまあね あのすごい楽しい時間だったですね、もうその、そなんて言いますか、楽しさの架空が全然こう異次元と言いますかね、うんまあまあいろいろあったわけなんですちょっと話したいですけど、ちょっと今日は話せないですね、まあ、その中で、えー、ちょっと話せる段階で言いますと、えっと、皆さんもご存知の、まあね YouTube の中で有名な方も何人かいらっしゃって、あそうです、中丸トレーダーもいましたよ。中丸トレーダーも いらっっしゃって、まあ、私から見ると、まあ、顔なじみばかりという感じだったんですけども、まあ、お互いにそうだったのかもしれませんけどもねこういう同窓会はすごくいいなと思いました、まあ、稼ぎの額がちょっと半端じゃないと言いますか、まあ、一番稼いでないのは多分私じゃないかなと <laughs> 当然ですよねビジネスやってないわけですからまあでもね月に月収が800万になりましたとかね、あのー、彼女にかかるお金が まあ、年間で6000万ですとか、だからもうカード渡しちゃいましたとかね、クレジットカード渡しちゃいましたとかいう人がいたりとか、あとはやっぱり、こう、まあ、仲間で取れたとかね、もう億っていう金額の運用をどうしようかなというふうに悩んでいるので、まあ、そのリーダーに相談していたということなんですよ、このリーダーっていうのが、私もそっか塾の塾長なんですけども、その全体の塾の塾長っていうのがいるわけですよ。 もう親分というかね、すごい方が、ね、いるんですけども、まあ、この方もそうですけれども、私たちがそれぞれやってる戦略の中に、何が一番ね多くの方に認識していただけるかなっていう話をすると、やっぱり 100%YouTube なんですよ。まあ、ということでね、私あの、即果塾の中にも YouTube クラブっていうのはね、YouTube っていうのを、うん、なんとなくできちゃいましたけども、この YouTube をすべてのビジネスの、こうなんていうんですかね、基本に据えるのは、もうね、大正解なわけなんですよ。 とりあえず YouTube をやるのが習慣になると習慣になってきたら今度はその YouTube でどのように番組を作ってねどのように濃いお客さんとお客さんというか視聴者さんとつながっていくかという信頼関係を作ることに注力するべきなんだと思いますで皆さんもご存知だと思いますけども即果塾の中で YouTube されてる方もみんな一人一人ね 同じ YouTube を運営しているのにみんな個性違うんですよね、みんな違う発信をしているんですよ、みんなそれぞれ別の角度で魅力的なんですよ、これ別々のファンができると思います、そしてそのファンのファン視聴者さんと発信者の間にできるのが広告ビジネスなんですよね、YouTube には広告がバシッとつきますので、そこから収益が上がるという形ができると思います。それから YouTube を通じて 視聴者さんと実際にオフ会とか行ってね会ってみたりとか、もう私がやってますけども会ってみたりとか、で YouTube の中で、えー、一部商品を売る人もいたりとかね、ねそういう人形でございます、これから YouTube が本当にね皆さんの暮らしとか人生を変えると思います、まあなんせね YouTube で政党を作るところまで今来てるわけですから、れいわ新選組と N 国党っていうのをね私がね強烈に支持するのは、SNS を使えばこういうことができるってことで共感するわけなんですよ。 もうその政策とかなんとかっていうふうな思想の面ではなくてねもう人格の面ではなくて SNS をよくねここまで使い倒しているなと本当にこうやるべきことをやっているっていう風に思うんですよね多くの方が YouTube を今やるべきことに据えてないんですけどもおそらくですね大きな公開をするんじゃないかなと思いますはいそれでねえともう一つなんですけどもあのセルフバックのちょっと話をしましょうかセルフバックっいうのはいまだにえ大きなね所得を上げるために まあ、一役買うわけなんですけども、今日おすすめするのは、オリックス銀行カードローンですね。こちら。うーんと、なんかね、誇りが口に入りましたね。なんか、どっか押してきてるのかな <laughs>。<laughs> えっと、オリックスのね、カードローンが8000円のセルフバック報酬になります。えー、それから、SBI ですかね。えー、っと、住みシ SBI、ネット銀行、カードローン、こちら4700円とね、この2枚をちょっとベンチマークしていただきたいかなっていうのと、あともう1個は、一戸建てをお持ちの方にお勧すすめなのはですね、太陽光の、えーま、発電ですよね、これ見積もりをすることによって、報酬1万円ということになります。 で見積もりになりますから、あの実際の、ね、ご自身の自宅を見ていただくっていう風な形になりますので、その面談に、まあ、あの時間を割くってことはありますけども、も、まあ、そんなに、ね、長い間いないですからね、まあ、せいぜい1時間ぐらいなんで、まあ、1時間で1万円稼げるとしたらどうですかってことですよね、であとね、ちょっとこ,うここまで話していいかなあの、転売の話もちょっとしましょうか、即可塾の中で転売はあんまり流行ってないのは、転売って資金がいるからなんですよね。 で資金ができたら、私はどっちかというと例のやつをすればいいんじゃないのって作業もないしって感じでお勧めしたんですけどもたまには転売の話もしましょうかその中でコストコに限った転売の話もします私もコストコは結構ね1時間とか2時間とかかけて行くんですけどもなんで行くかってことなんですよ当然買い物の楽しみもありますけども仕入れにむちゃくちゃ使えるんですよコストコってでしかもコストコってえ背取り転売をね進めてるんですよ実は。はあ コストコで転売して儲かっちゃいましたみたいな、そんなね、社内雑誌出してるぐらいなんですよ。すごいでしょ。だからこういうふうなことも結局情報の力で知ることによって利益を得ることができる。知らないことによって利益の出ないものをやらなければならないってことが人生は分かれてくるんですよね。さあ、それでコストコでどうやって儲けるかってこと、まあ3つぐらいパターン言いましょうか。価格です、まずは。価格を見てください。価格の末尾が77で終わってるのは見切り品です。見切り品なんで、 えそれは基本的に買いってことなんですよ、うん、仕入れとしては買いなんですよあとはモノレートとかで実際に売れているのか売れてる金額はいくらなのかっていう風な安定性をスマホで見ていただいてねで買うかどうか決めればいいと思いますもちろん店内でスマホを使って背取りやってますよって見られるのは全然構いませんからねこれはねなかなかないんですよ他のお客さんに邪魔にならないようにやってくださいということでございましたあそれから2点目なんですけどもお限定値引きね3日間限定の値引きとか 4月16日まで値引きですよみたいな限定値引きは値引き金額がマイナス、例えば3000円とかマイナス5000円って書いてあってそれからそれ黄色い、ね、マーカーでピッて出てますから <laughs> 失礼しましまたそれはですねその限定期間の間にやっぱ買えばいいってことになります基本的には3000円とか5000円っていう金額が市場価格よりも安いわけですから基本的に儲かります。 10個買ったら3万とか5万儲かるわけなんですよ。でもまあ資金が要りますんでね、資金ができて、転売が好きな方はやってみればいいんじゃないかなと思います。それからもう一つはですね、名札。プライスカードですね。プライスカードがこういうふうに出てると思いますけども、ちょっと逆に映ってたらすみません、Facebook なんで。こういうふうに出てて、商品名があって価格があるじゃないですか。ここにですね、価格の上にプラスっていうふうな表示があったら、 まあ買うここととを検討した方がいいよっっててにもなってます、まあ、そういった形でねこれは誰かから聞いたノウハウではなくて私がずっとコストコに行っててあれこれもしかしてみたいな感じで、えー、まあ気づいたものですよね。 本当かどうかは分かんないんですけども多分間違いないと思いますこういうふうな感じでプライスカードっていうのには、ね、いろんなねヒントが書かれています私もまあスーパーにいた経験がありますけどもプライスカードには棚卸の時とかねそれから従業員同士で見分けがつくようにとか競合他社に分からないようにする意味でとかねいろんなねこうヒントが書かれているのがプライスカードなんですよ、えー、例えばヤマダデンっていうのはこういうのもありますヤマダ機っていうのはプライスカードにこの上の方にね ここのとここととろに K とか、e、ってて書いてあるんですよこれも買うのを考えた方がいいんじゃないかってサインになってます。EK ワゴンって覚えてるんですけどね。えー、だからね、プライスカードを見たら大体どのぐらいの値引きが起きるのかとかね、どのぐらい市場価格が安いのかってことがスマホで検索しなくてもまず分かるわけなんですよ。 で、分かった上でスマホで何を検索するかというとモノレートっていうサイトで今、実際この商品が市場ではいくらで売れてるのかってこと、どのくらいの安定性で売れてるのか安定性って何かというと1日に何個売れてるのか1週間に何個売れてるのか1か月に何個売れてるのかってことなんですよ。 そうすることによって大量仕入れをしてね、在庫を余らすことがないんですよ。例えば1ヶ月に3個しか売れてないなと思ったらせいぜい仕入れるの1個ですよねで、1ヶ月かけて売っていこうみたいな感じになりますでも1日に10個売れてるっていうことがモノレートの結果で見えたらやっぱりね30個ぐらい仕入れても1週間で悪くても絶対はけるなと思ってドーンと仕入れることができるんですよねこういうことを使いながら背取りっていうのをやっていくようになると思います、まあ、このののね、っていうのは転売っていうのを、 あの詳しく知りたい方ってのはあんまりいないと思いますけども、まあ、こういうことも私はねあのプロのレベルで教えることができますのでまたどこかで、ね、YouTube でお話ししましょうか、まあ、人気がないと思いますね、セドリはね仕入れに行かないといけないし梱包しないといけないし発送しないといけないと思いますしアフターセールスもあのアフターケアもいるしあと仕入れの資金がいるんですよね、私はだからねあんまりセドリを一生懸命やりましょうっていう発想にはなりませんしプラス、これからインボインスが始まったりとか消費税10%になってくるとますますセドリはきつくなるんで。 本当のプロしか生き残らないような気がしますね。と言ってみれば、アフィリエイトもそうですし、他のこともそうなんですけど、本当のプロしか生き残らないですよ、やっぱり、長い間やろうと思ったら、まあそういうことはね、銀座でも結構ね、そうだよねっていう風な感じになりました、だからね、生半可でにわかでやってる人って、結局は退場するんですよ、結局は家紋になるんですよ、だからそうならないためにも、君臨し続けていただきたいかなと思います、アフィリエイトにしてもそうですし、転売にしてもそうですし、投資もそうですよ。 して脱落する人が何で脱落するかって言ったらダメージを受けてやめるからなんですよでもダメージを受けるのが当たり前ですからね私たちはプロになる過程ではいろんな傷を負うわけですよいろんな失敗をするわけですよでアマチュアの間に受けた傷で退場するんだったらアマチュアのまま終わりですけどもプロになるまでその傷をどん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 乗り越えていければそれはプロになるよねって話なんですよねまあそういったことでこれからもよろしくお願いしますそれでは失礼します